政府は本件に出していました緊急事態宣言を3月7日まで延長する決定を行いました。外食時には黙食、個食、マスク会食、黙ってあるいは一人で会話するときはマスクをつけて、黙食、個食、マスク会食、これを徹底していただきたいと思います。